はい。ではですね、引き続きまして、ポイント2、場合分けが必要な順序の問題、到着順序を整理する問題を見てまいりましょう。でですね、こちら早速例題ご覧いただくと、読みましょう。A から G の7人が行ったマラソンについて、次の A からかのことが分かっているとき、E は何位でしたかと。 ただし、同順位はなかったものとする。今回条件が増えてますね。あ、い、う、え、お、か、6個こ。こちらもですね、慌てずに条件の整理から始めてまいりましょう。で、条件の整理の仕方について、ポイント1ではね、扱っていなかった部分も少し含みますので、そこもね、強調しながら説明してまいりますと。で、先ほどと手順は最初は同じです。ポイント1で学んだ条件整理を見ていきましょう。あの条件。 A と G の間には3人がゴールしたよという整理ですけれども、こちらこのように整理してみました。A と G の間に3人がいるよ。注意していただきたいのは、A と G の間に3人がいると言っているだけで、このままだと A が先について3人相手 G がいるということを表してしまいますよね。従いまして、このカッコでですね、 入れ替えが可能ですよということを表しています。従って、a 〇〇〇 g と g 〇〇〇 a この二つの可能性があるよということをこの整理で表しています。で、あとは、次、位の条件。だたり来たりで申し訳ないですけれども、c は a の次にゴールしたが2位ではなかったと。はい、先ほどのね、 整理の内容と同じです。C は A の次にゴールした。すぐ後ろにというのを矢印で表すんでしたね。で、今度、2位ではなかったとありますので、こちらですね。イコールを否定してあげて、こちら2番じゃないよ。2番じゃないよ。というのを表しています。うと A についてはね、先ほどと同様なので、さらっといきますね。D は E より後にゴールした。D は F より前にゴールした。 そして、O の条件。F は5位ではなかった。こちらも5番じゃないよ。5番じゃないよ。っていうので、ね、この記号で表しています。最後、間ですね。B は G の次、ね。すぐ次にゴールしたよ。ということを表しましたで。ここまで整理できたらですね、順番。先ほどと同じように考えられる順番を書き出していくんですけれども、条件 A をご覧いただくとね、先ほど整理しました。 A と G が入れ替わる可能性があるんですね。したがって、まず、あなたに見えているように、a 〇〇〇 A○○G というパターンを書き出していきます。で、入れ替えたパターン、g 〇〇〇 a こちらを書き出していきます。この入れ替わりが2通りあるので、2通りのパターンに分けて、 こちらを場合分けています。二通りの場合に分けて、で、考えられるものを書き出していく。そして、E が何位かを探っていきましょう。というスタンスです。ではですね、先ほど申したように、A、○○○、G、1番から7番まで、7人いるわけですから、1番から7番までの間に入れるとすると、どのような順位が考えられるか。で、こちら3つのケースがあるというのを ご覧いただいて納得していただけますかね。A が1位で G が5位のパターン。これがケース1位。で、2番目ですね。A が2位で G が6位。このパターン。さらに A が3位で G が7位。この3通りがあるよ。あの条件を入れるとこの3通りがあるよ。となるのよろしいですかね。でですね、じゃあこれ全部大丈夫なのかというと、そういうわけではなくてですね、 順番に見てまいります。3のケースですね。1、2、3の3のケースですと、G が今7位にいるわけですが、条件かご覧ください。B は G の次にゴールしたとありますね。そうです。3のケースだと、G の後ろがもうありません。したがって B が入れないんですね。したがって3のケースはありえないよとなります。で、同様に次、1のケースご覧いただきたいんですが、1のケースですとですね、 A が1位ですね、うん。で、そのすぐ後ろ、E の条件をご覧いただくと、C は2位ではなかった。C は2位ではなかったとあるんですが、A が1位だとですね、すぐ後ろ、C が入らないといけないですね。A のすぐ後ろが C なわけですから。うん、すると、C は2位ではないという条件を満たせなくなるので、1のケースもありえないよと。 で、今、2のケースが残っているんですね。で、先ほどとね、同じように、2番に A、6番に G のところにですね、C は A のすぐ後ろにゴールしたという条件のイ、e、と、B は G の次にゴールしたという条件のカを入れていただくとですね、16ページのこちらですねで。ピンクのところの一番下に書いてあるようなね、順位になるよと。 でですね、最後に条件のうとえを入れます。うはですね、D は E より後にゴールした。えは、D は F より前にゴールした。ですから、ちょっとフォローしますと、D は E より後にゴールしたんですね。うん、で、D は F より前にゴールしたわけですから、D と F の関係をまとめるとこの通り、従って、 で、先ほどの16ページの一番下の空いている丸のところにですね、EDF を入れたものが17ページの冒頭の図になっています。はい、そうしますとですね、EACDFGB と入れることが今できたわけなんですが、はい。するとですね、条件 O をご覧ください。条件 O をご覧いただくと、F は5位ではなかったと言ってるんですね。はい。なんとか頑張って入れたんですけど、こちらですね。F が5位になってしまうと。従って、このケースもダメですよと。そうしました結果、ちょっと戻りますね。16ページの真ん中あたりですね。ケースが1、2、3。 と三通り考えられるから順次入れていってみようというスタンスだったんですがこちらですね。どれもダメであったということがわかりました。ではですね、A が最初で3つ空いて G というのがダメであることがわかったので次のパターンを見ていきます。今度は G が先で A が後。つまり g 〇〇〇,〇 A のパターンで考えていきましょう同様にですね先ほどと同じように3通りの入る場所が考えられるというのはよろしいですかでですねこちらも可能性を順次探っていきますまず3番ですねケースの3番をご覧いただくと条件の E に反しますと書いてありますつまりですね条件の E では A の後ろに C が来ないといけないんですがこちら後ろがないですね したがって、ケースの3は可能性がなくなりました。で、ケースの1と2の可能性がありますので、先ほどと同様に入れていきましょう。意図、かの条件を入れますよ。A の後ろが C。で、B は G の次。で、先ほど整理しました。EDF の順番ですね。EDF、はい。ここに、 E, D, F を入れてあげますと、ケース1、ケース2、このように入ることはできた。入れることはできたんですが、こちら残ったケース2をご覧ください。条件を。F は五位ではなかったとありますので、ケースの2では条件を満たせません。よって、条件をすべて満たせるのは、場合分けをして、G が先、A が後ろ。 とととしししたた中のそのののそうちのケースの1となり順位は GBEDACF 確定しました、はい、今聞かれているのは E の順位は何位ですかということですので3位ですよとマークシートをね塗っていただければ本番点数があるわけですね少しねパターンが複雑に見えたかもしれませんただ共通しているのはきちんと情報を整理する自分で 試験解除で混乱しないように情報を整理した上で入れ替わる可能性があるのであればその入れ替わりも含めて書き出していく落ち着いて書き出していくまずはその姿勢がね身につけばこの問題についてはね自信を持って、ね、復習してもらえれば結構です、ね、順調の問題ねいくつか問題集なんかを見るとパターンがありますけれどもいつでもね情報を正しく整理する可能性があるものを丁寧に書き出していく で、今回可能性の一つとして入れ替わりっていうものがあるケースがあったよねっていうことをご確認いただければと思います。はい、では、順序の問題はここまでにしておきましょう。